親があのいろんな習い事を受けさせてくれた中で4歳の自分が選んだものがダンスだったみたいで、ダンスでずっと生きていきたいと思ってダンサーを目指してました。でそこで TikTok にダンスを投稿し始めて、今では30万人を超えていて、ただのダンサーとかただのインフルエンサーで終わりたくないなっていうのがずっとあって、この1年間で死ぬ気で努力して、歌もダンスもどっちもみんなに勝って世界で活躍するアーティストになりたいなと思って、このプロジェクトに今回参加させていただきました。